ちょっと不安で気まぐれになっちゃうんですけれども、どうですか、なんか食べれたって、今までは滞在直接投資がね、旺盛だから、お支えてるって言われてたんですが、まあ、あんまりこうなってくると、その直接投資の人って、そう、印象的に、まずは、世界の経済、今まではずっと、本当に力を引いてよかったんです。だから、政治の面では、海外投資ってやりやすかったんですけど、アメリカの経済も、例えば、最初に出た直後の数字を見ると、で、まあ、4.2 から 3.5 で、